この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬な話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は三郷町松の沢の三郷芝桜公園で開かれている三郷芝桜祭りをご紹介します。園内の芝桜は4月中旬から見頃を迎え、赤や白、ピンクの色鮮やかな花の絨毯が広がっています。そして4月10日からは三郷芝桜祭りが始まり、県内外から訪れる多くの来場者でにぎわいを見せています。どちらかお目なんですか？埼玉です。そうですね、可愛くて綺麗ですし、いろんな結構色があるんだなって思いました。やっぱりこの色の華やかさっていうか、これは期待してた通りっていうかね、もうここのところ初めてなんですけれども、綺麗だと思います。三郷芝桜公園はおよそ 2.9 ヘクタールの敷地に26万株の芝桜が植えられています。園内は織姫が置き忘れた桃色の羽衣をイメージしたという芝桜が帯状に連なり、渦巻きなどやうねりの模様を描き出しています。4月初めに雪が降りましたし、今年は寒暖の差が激しくて開花が遅れました。ゴールデンウィークまで持ちそうですね。園内に芝桜で作ったハートマークがあります。ぜひ撮影のスポットとしてお楽しみください。また園内から榛名山の山々が見えます。真っ青な空と真っ白な雲が取りなす美しさを堪能してください。三郷芝桜祭りの会場の一角では、地元で採れた野菜をはじめ芝桜の苗などが販売されています。お祭り会場では期間中毎日芝桜市が行われています。地元の採りたての野菜や山菜、特産の梅などを販売しています。食べ物は美味しいうどんやカレー、焼きそば、ソフトクリーム、その他たくさん用意してお待ちしてます。また祭りの期間中、5月5日には兜と陣羽織の無料試着体験が行われるほか、多くのイベントが企画されています。皆さん、三郷芝桜を見て心が癒され、お店で楽しさを満喫してください。皆さん揃っていらしてください。お待ちしてます。三郷芝桜公園の入園料は大人300円、小学生が100円です。開園時間は午前9時から午後4時までとなっています。詳しくは高崎市三郷支所産業課、電話 027-371-9111 までお問い合わせください。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。